でこう少しこう膝を伸ばしながら蹴り上げるようなイメージで相手の腰を跳ね上げます。特に若いうちは柔道の地力をつけるということが最も重要なことになりますので、まっすぐ大外刈りのように入ってしまうと支え釣り込み腰をかけた時に自分が体勢を崩してしまう可能性があります。できれば小学生中学生の間ぐらいは特に体を捨てるような技法ではなくて、刈り倒すあるいはかけ倒すような技法を身につけることをお勧めします。通常喧嘩打ちで組んだ場合に大外刈りをかけようとすると相手のその刈ろうとする足が非常に遠い位置になります。最初こう相手の後ろにいるんですけども一気に頭の方向に移動します。はい、で回ってきたところで両方の膝で相手の頭をこう挟むような形で固定します。相手が捨て身技に来るってこう分かった瞬間にその場で真下に重心を落とす。今回まとめたものを何かヒントにしていただいて、それをもとに自分流の柔道というものを見つけていただければ幸いです。